やっぱり今日の午前中もビジネスの方でですね、まあ、DX オートメーションというところをテーマに、物、サービス、情報、このバランス、すべてにね、このメリット、デメリットがあるんで、それをどういう考えで、どういう根拠でね、どうやって使っていくかっていう、そのバランスが大切だよってなんですけど、やっぱこのね、不動産っていうところもまさにね、それなんですよね。本当にこのね、マスターヒロさん、そして大富豪ファーザー、それぞれ見て、わかると思うんですけど、何かだけやってるっていうのはないでしょ。不動産だけやってるとか、株だけやってるとか、銀行融資だけやってるとか、ビジネスだけやってるってなくて、全部やってるんですよね。で、僕たちも、じゃあ何から始めるかっていうのは、それぞれあると思うんですけど、まあ、結局は、まあ、いろんなものを全体見渡して、フラットに見ていくっていうところがね、まあ、非常に重要になってくるっていうのは。やっぱり、じゃあ僕たちが今、ね、この地下ソサイティの中で、ビジネス、そして銀行融資、株、不動産と順番にやってますね。で、それで真ん中に成功シンドローム OS 何やってもね、うまくいくよっていうところがあって、それぞれのアプリがあるよっていうところをやってると思うんですけど、まあ基本的に何かだけっていう状態っておかしいんですよ。例えば、不動産で家賃収入が取れてて、これで生活できるからビジネスやらないって、これもおかしいんですよ。でも逆に言うとビジネスだけやってて他何にも関係ないですよっていうのも機械ロスが出てしまうっていうのがあるんですけど、まあ基本的にやっぱりこの、ね、ビジネス、株、不動産っていうところ、ね、この3つっていうのが、まあ、資金を増やす僕たちにとっての原動力なんですけど、やっぱりそれぞれにメリット、デメリットあるわけですよね。じゃあなんでビジネス捨てちゃいけないかっていうと、不動産投資やるかって言ってね、ビジネスはやっぱりね、最も利回り高いんですよ。限られた資金を活用して増やすっていうふうに考えたときに、1000万未満だったらね、多分皆さん個人のところだと、利回りが桁違いにビジネスがでかいんですよ。もう桁が違うんでね。だってビジネスに年間 20% 30% しか回りません。ないですから。例えば1000万の資金を活用してビジネスで年間で200万300万しか利益出ませんでしたって、ちょっとそれビジネス力が低すぎるって言われるんですけど、そんな低い利回りもなくて、例えば1000万未満小さいうちは、まあ、ビジネスに勝るの年利回りは本当ないっていう。僕の言うと、本当にたったね、まあ、携帯式転売法でもずっと最初、スタート段階で携帯さんもクレジットカードの50万円の信用枠しかなくて、現金をどんどんない状態からスタートして、今だと、そこからね、雪だるま式ってまさにね、昔ネットでも流行りましたけど、増えてって、1000万の資金で、年間6600万の実年収に換算できるような利益のようなもの。これ660%ですよね、ね。こんな株や不動産ないですよ。あとが、ね、僕が2004年からやってるこれデジタルコンテンツの販売とかになってると、もう元でゼロっていうか、まあ、大きく回ってる時でも実際は200万の資金がぐるぐる回ってる状態で年間1億の利益出るんだ。そうすると、利回り 5000% なんですよ。そんな投資聞いたらないでしょ、そんな投資案件でね。ただ、やっぱりビジネスの方でも限界が出てきて、もっともっとじゃあ、この利益の規模を上げていこうとすると、どうしてもね、やっぱり万パー増やしていかなきゃダメになって、今度でも万パー増やせば増やすほど、これ問題も増えていくし、人件費もかさんでいくし、効率がどんどん悪くなってる。全然違うところに、そのエネルギー使ってるみたいな感じになって。だからそうしてくると、やっぱりビジネスも、ビジネスだけっていうのはちょっとね、あれだなっていうのもありますよね。やっぱり資金がどんどんほら、皆さんの場合だと、ビジネスで出した売上利益をもとに、決算書を作って、銀行に持っていくと、資金がどんどんもらえるんですよ。もう始めてる人とかだと、多くの資金までいってるし、で、先日もちょっとこの Facebook に掲載しましたけど、最近お礼のメールが、プラチナのメンバーが来て、いや、今年のパフォーマンス、すごかったです。まあ、4億ぐらいの資金が積み上がってるのかな、彼らも。まあ、そのうち一部の現金を使って、ね、ビジネスももちろんやってる。ビジネスももちろん一番利回り高いですよ。ただビジネスも、やっぱり年商で言うと3億ぐらい彼も限界になってきて、そうすると利益って部分だと、やっぱり1億出ればどうかなっていうところがやっぱり限界になってくる。まあ、それぞれすごいですよね。彼はもうね、限られた1000万ぐらいの資金をぐるぐる回して、そういう利上げ利益ダウンせる状態。で、そこで4億円の銀行融資が積み重なる。銀行融資やったら資金っていう部分では積み重なるのは早いんだけど、まあ、デメリットとしては、利益が出てるわけじゃないというわけでもね、これを活用しない方には。で、彼はもうビジネスっていうと結構もう限界が出てきちゃってるから、今何に力入れてるか、株に集中して不動産に集中してるんだよね。株と不動産。ビジネスはメンテナンスしながら。で、今年株も4000万の利益が出た。さらには不動産もなんかその賃貸収入が入る不動産をファーザーほどの利回りではないですけど、まあ資金を活用できるっていうところで不動産もやって収益物件ね、投資始めましたみたいなね、そういう話が来たんですよね。そう、まあ彼の場合バランスいいから、まあこけるってことはないですよね、こういうバランスがね、4億円の資金で。
増やしていくみたいなね。で最近クルーザーも買ってたみたいで、本当にクルーザー買ってて、プラチナのね、メンバーなんですけど、フェニックス君っていうね、30代ですよ、全然。僕より全然若いですよ。で、本当にファーザーのこのあれで、どんどん増やしていって、資金増やして。昔はね、もちろんネットビジネスやってた。01じゃなくてね。だからネットビジネスからこの北のセオリー入っていって、で、資金を増やしていって、株と不動産で大きい資金でね。結局、資金も、この、やっぱり1億の資金とか積み上がっちゃってもですね、ビジネスだとなかなか活用できない。そこを中途半端に活用しちゃうとすると、また飛んでイスタンボールになるビジネスになっちゃうから、資金はできる限りビジネスだと小さい資金で大きい利回りを出そうっていうね、利益を出そうっていうところに集中してやってくる。そうすると、どうしてもビジネスで資金っていうのも、ある程度不限界になってくる。次に出てくるのが、やっぱり株と不動産となるわけです。大きい資金どうするんだろう、銀行融資も積み上がっちゃって、億単位になっちゃって、どこにいるんだろう、ビジネスやることないよって、宣伝広告1億ぶち込んだってしょうがないですから、そんなに反応怖いことできないですから。で、そうすると、資金だけが増えてって、どこに回そうかってなって時に株と不動産が出てくるってね。で、株と不動産だと、ワンクリックで、じゃあソフトバンクが8000円ですと、今8000円切ってる。7800円ぐらいだと。じゃあこれワンクリックで1億円分買うことも可能なんですよ。今日買って、今日売ってもいいし、今日買って明日売ることもできる。すぐ売買できる。しかも利益が出たとしても、利益に対する税金が 20.03% ぐらいある。これがまず株ですよね。あとは不動産。まあ、土地、建物。買おうとすると億単位になってくるので、ね、安いものもあるけど億単位の資金も活用できる。ただし不動産の場合とかはすぐに手仕舞いできない。建物まで投資しちゃった場合絶対もうすぐに売ったってその金額回収できないみたいな、新たに建てちゃったりとか、